福岡カンツリークラブは福岡県福岡市東区大畑城を和城に広がるゴルフ場である。福岡カンツリークラブは1926年に開場された福岡ゴルフクラブ応募コースが全身で立ち洗い付近に開場された九州初の開園制ゴルフ場だったが1943年戦争により閉鎖になった。1947年 福岡ゴルフクラブ応募コースは、二日市の工場跡地に6ホールの紫館ツリークラブを開場した。その後、1948年5月1日、カ谷郡小賀の西鉄所有地に移転、サンドグリーンの9ホールを開場した。現在の小賀ゴルフクラブのインコースである、福岡ゴルフクラブ応募コースの経営母体である福岡ゴルフ土地は、 コガゴルフ土地と解消され、コガゴルフクラブに引き継がれた。1949年、米軍の要請もあり、復白で新ゴルフ場の計画が持ち上がり、コース候補地が決まった。1951年4月、体制建設株式会社と安田予定で和白村のコースレイアウトを作成、赤星志郎が現地調査を行い決定した。同年9月1日、 経営母体である株式会社福岡カンツリークラブは非公式を行った。工事は順調に進んだ米軍はブルドーザーで応援し、造成工事では福岡刑務所の囚人が動員され、1952年11月3日、18ホール規模のコースが開場された。2012年より日本女子プロゴルフ協会ツアー大会の 保険の窓口レディースが本クラブ、和白コースにて開催されている。福岡カンツリークラブ、和白コースからは、博多湾と和白海岸を見渡すことができる高台に展開する給料コースである。郵便番号8110216福岡県、福岡市東区大和場、わじ線三3 1 8の一番地。ありがとうございます。